大竹市安城付近、奥に見えるのは、八坂ダム。国道186号は、島根県豪津市から、広島県大竹市に至る、一般国道である。中国地方を南北に縦断する、引用連絡路線の一つである。旧大浅町経由の島根県道、広島県道5号、浜田屋重壁線と並んで、浜田と広島を結ぶ、幹線道路の一翼を担っていたが、 浜田自動車道の開通によりその役割はやや低下している。起点から浜田市まで国道9号と重複。浜田市からは旧金城町を抜けて大佐山の麓を経て広島県内へ。北広島町内で大高橋流の滝山川に沿って走り、大泊ダム、恩井ダムの脇を過ぎや秋大田町へ。ここから秋大田町を経て、 中国自動車道と並行して走り、初開地市からは、小瀬川に沿って南下、小瀬川ダムそばからは、小瀬川の左岸を通り、大竹市と山口県岩国市との県境に沿って、大竹市が一致に至る。起点は、高津市であるが、路肩の距離表示の基準は、浜田市の国道9号との交点になっている。終点の緑橋東詰交差点は、国道二号の渋滞の名所として知られており、 渋滞情報で目安となることも多い。一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び経過値は次の通り、現行の道路法に基づく二級国道として1953年に初回指定された路線の一つである。国道指定当初は広島浜田線として広島市と浜田市を結ぶ路線であったが、1970年に奇襲点を交換し、 新しい起点側は、浜田市から国道9号上を、大津市まで延伸し、新しい終点側は、広島県山形郡掛町から大田川に沿って、広島市に至る区間を国道191号に編入し、国道186号は、道庁から埼玉郡吉和村を経て寄せ川に沿って、大竹市に至る路線に変更することで現在と、同等の経路となった。 24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。ありがとうございます。